テスト1解いたんで感想を言っていきたいと思いますね。ちょっとカナダ人は交代するのかしないのかわからない状況です。最近出るようになった単語とかっていうのが出てきてます。リーディングの方ですね。リーディングは時間かかったんで、おでは始まりました、マテチャンネル。さあ今回はですね、はい、お待ちかねこちらですね、公式トイックリスニング&リーディング問題集の8、はい、ボリューム8のレビューをしていこうかなと思います。こちらなんですけども、新しく発売されました。でまあいろんなね特徴がありますので、その辺のことも話していこうかなと思います。まあこれはね買うのを悩んでる人もいると思うので、まあ、今のところ新しいナレーターと前のナレーターが混ざってるボリューム5がねおすすめかなっていうふうには言ってたと思うんですけども、じゃあ8どうなるかっていうわけなんですが、最初のサンプル問題みたいなのが入ってるんですけど、サンプルの問題は古いナレーターで、昔のナレーターなんで、聞いて、あ、これ古いナレーターのやつなのかな。でもサンプルと後ろに入っている問題でナレーター違うこと結構あるんで、どうかなと思ったら新ナレーターになってました。はい、新しいナレーターになってますね。イギリス人とオーストラリア人が新しいナレーターになってます。まあ前にね動画出してますけど、トイックの裏技って言ってですね、彼らの写真をこう出してるんですけど、ちゃんと変わってました。サンプルでは古いオーストラリア人が出てきて、あーって思ったんですが、新ナレーターにちゃんと変わっていました。良かったです。でカナダ人は前からいるカナダ人ですね。実際の今試験受けてても両方2パターンあるね。古いカナダ人と新しいカナダ人なのか、結局変わることにならなかったのかわかんないんですけど、今カナダ人が2人いる状況なんですね。でイギリス人はもう明らかに2人いるけれども、リサイクル問題で出てきますね。前のイギリス人は。オーストラリア人のもう古い男性の音は最近聞いてないので、だもうリサイクルでも新しいオーストラリア人って感じですね。だカナダ人が結局どうなるのか、変更するのか変更されないのかが今わかんない状態ですね。新しい問題の方でもまあこれに乗ってる前からいるカナダ人が喋ってるんで、ちょっとカナダ人は交代するのかしないのかわからない状況です。まあこれはまた本番の試験受けつつ分析していきたいと思います。じゃあテスト1解いてみました。どうだったのかっていうのをですね話したいと思います。まあちょっと、ね、酔っ払って解いてしまったのがすごいもったいなかったなと思って、酔っ払わずにちゃんと全力の状況で解いたらどうなるかっていうのを知りたかったんですけど、それぞれのちょっとねテスト1解いたんで感想を言っていきたいと思いますね。まずパート1ですね。まあ優しめかなっていう印象です。普通だなっていう感じ。まあパート1っていうのはいわゆる新形式になる前にガンと難しくなったんですよね。でその後新形式になってそのレベルが続いてるっていう感じです。でこれもまあそのレベルかなっていう感じです。ちょっと人が写ってない写真から始まってたのが面白かったですけどって感じです。でパート2ですね。やっぱパート2がちょっと難しさが足りなくないかなっていう印象。酔っ払ってても難なく正解できましたね。どれも難しいと思った問題がなかったっていう感じです。本当の試験はもうちょっとイギリス人女性が早く読むのが多い気がしますね。まあもちろん試験会場じゃないところで聞いてるっていうのもあるかもしれないんですけど、もう早いなとか聞き取れないなって思ったものは一つもなかったですね。で本番では前回なんかもう2箇所ぐらいうってなったんで、イギリス人女性でそういうのがなかったです。イギリス人女性のスピードがそんな速くないんじゃないの、まあ、つまりは速くないってことは長さがそんな長くないってことですね。文の長さが長いとその分限られた時間で読まなきゃいけないから速くなってることが多いと思います。でだからここまでだと、あなんだやっぱり本番の試験より簡単じゃんこれっていう風になったんですよ。はあ、やっぱり公式問題集じゃあ本番のトイックには勝てない、本番のトイックに似たようなレベルにはならないと思ったんですが、パート3からレベルゴンと上がりますね。いや難しい問題入ってますよ。やっぱ場面が分かりづらい、なんだこの場面っていうようなのがあったと思いますね。で表現もやはり昔はあんまり出てなかったけど、最近出るようになった単語とかっていうのが出てきてます。で実際自分自身もうわってなって間違っちゃいましたからね。で2問間違ってしまってますんで、うって思ったね。1個は聞き逃しちゃいましたね完全に。でもう一個引っかかっちゃいました。ああ引っかけだったんかみたいなね。でやはり今まで出てなかった場面、ちょっとやっぱネタバレになるのは嫌なので言わないですけど、まあぜひやってみてください。こんな場面が出てくるんだなっていう印象で、ただまあグラフィック問題は優しかったかなと思うね。うん、本番の方はもうちょっとむずいかなと思った。で続いてパート4ですね。パート4もやはり場面、あこんな場面出るんだっていうのと、あこんな単語ね、はいはい最近出るようになったなっていうのがあって、それらがやっぱ出てきてるんで、
あ、やっぱちょっと合ってるな最近の傾向にって思いましたね。でここも1問間違っちゃったんで、やっぱりレベルが高かったね。 3,4 がこうガッとある、まあ、酔っ払ってたから長いの集中できなかったんじゃないですかとか言われたらなんですけど、まあ、確かに先読みがあんまり思うようにできなかったっていうのはあるけども、それでもやっぱり、うん、難しいのが入ってるなっていう印象だったんで、3問ミス、まあ満点取れるからくっきりって感じですかね。はい、こんな感じですね。だリスニングは難しいかなと思った。本番同様 3,4 はちょっとパート2が本番より優しいなって思いましたね。リーディングの方ですね。リーディングは時間測ったんで大体で53分40秒になります。でパート5が4分29秒で解き終わりましたね。レベル的には簡単だと思いました。一つも難しいものがなかったね。最近、うん、やっぱ1問悩んじゃうことが多いんで、パート5ですね。今連続で1問、うん、なんだこれ、うーってなってたんで、それが一つもなかったんで、まあ良かったなっていう感じです。ただやっぱり、新しいパターンの設問出てます。今までに出てなかったような設問のパターンですね。うん、どういうカテゴリーに入れていいかわかんないんだよね、これ作ってる側としては。それが出てました。で、あとはやっぱり文構造が複雑になってます。文構造をきちんと理解しないと正解が導けないっていうのが、うん、やっぱ最近の傾向に合ってるかなという印象です。で、パート6。パート6は3分19秒かかってますけど、で優しめですね。いつもより全然時間かかってない。まあ、パート5、6、本番の時は全部読むっていうのもあるので、やっぱ家で解く時とかっていうのは全文読まないんで、もう、はぁ、答えこれ、はいはいはい、答えこれって出してっちゃうんで、まあ、それが原因もあるんですけど、ちょっと1問、まあ、悩むんじゃないかなと思ったね。あと、まあ、場面がやっぱり、今までのトイックとは違うっていうね、感じの内容。まあまあまあ、やっぱ機械化してるしね。テクノロジーがね、やっぱ進んでるので、そういった場面がね、ちょっと難しいかなっていう印象ですね。ただ一問悩むんだけど、文挿入が何にも悩まないですね。文簡単だったんで。だから本番より優しい。パート5、6はだいぶ最近の本番よりは優しいなという印象でした。続いてパート7ですね。パート7は、シングルパッセージが18分53秒、トリプルパッセージが26分58秒、まあ27分ぐらいですねという形だったんですが、まあシングルパッセージはそこまで難しくなかったかなと思うけど、それでもやっぱり難しいね、うん、パート7全体として、うん、本番よりは優しく感じたけれども、やっぱ場面ですね、うわなんだこの場面っていうのと、あと推測ですね。やっぱ最近の問題は推測のレベルが上がってるので、より一層高次のというか高いレベルの推測が必要になるので、そこがうーんって思いましたね。でシングルパッセージ1問難問ですね。いや完全に引っかかっちゃいました。まあそもそも場面自体がかなり難しいんで、状況を把握するのにも時間かかってしまうやつなんですけど、引っかかっちゃいましたね、見事に。で、あと順番？答えの順番、そんなにずれる？みたいな。長いやつって大体順番通りに解いていけばいいのに、こんなに後に出てくるの？答えの根拠が一番最初のっていうのはあった。これちょっとやらしいなと思った。あんまり本番では見たことないですね。1問目がすごい後に解けるっていうのね。で、続いてダブルパッセージ、トリプルパッセージ。まあまあまあ解きやすいかなっていう感じで、やっぱ照らし合わせるっていう感覚があるので、ああ、こことここ照らし合わせるんだろうなと思いながら解いてる分、優しかったかなと思いますね。結構やっぱ予想通りなものが多かったですね。ただ最後ちょっとね、一問かなり難しい。それ言える？そこ書いてあることからここまで言えるっていうのが大変。まああれは消去法でやるしかないかな。じゃあその解説を読んでも多分納得できない人が多いと思いますね。まあもう消去法でもそれしかないんですけど。だからやっぱりこうそこ書いてあることから推測っていうのがね、って思った。一問だけちょっと、って感じかな。だからシングルで一問難問、トリプルで一問難問があるなっていう印象ですね。で、リーディング全体では一問ミスって感じなんで、まあ、リスニング3、リーディング1だと満点が狙えるかなっていう感じですね。で、思ったのはやっぱり根拠をきちんと見つけることかな。それが大事だと思いましたね。根拠なしにこれかなってやっちゃうと間違っちゃうな。うん、やっぱ引っ掛けは非常によくできてる。だから、まあ全体としてはやっぱおすすめです。まあ人にもよるかもしれないですけど、ボリューム7よりも難しく感じましたね。より今のトイックに近いんじゃないかなって思います。解いた方ですね、ぜひぜひ教えてください。どう思うのか。という感じですね。はい。ボリューム8。
はやはりちょっとレベルが高くなってて、で最新のナレーターさんになっているし、場面今まで出てこなかったような難しい場面だったりとか難しい表現も出ていますので使えるかなと。一つすごいなんか、まあ特にそこまで関係ないから取り上げてないですけど、一個難しい単語バン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 って出してくる文章も入ってますので、そちらぜひね購入した方はですね楽しんでもらえればいいんじゃないかなと思いますね。まあとっても面白かったです。なかなかやりがいのある試験ではあったなと思いますね。ちょっとシラフで解けばよかったなっていうのは思う。はい、ぜひですね解いた方はですね、ご感想をお聞かせください。そしてトイック受ける方10月2回受けますので一緒に頑張りましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.